おはようございます。かぶくんです。きさらぎ24さん、どうもです。かぶくん、お疲れ様です。天皇家のお話でパニクっちゃいました。パニクらせてちゃ、えー、しちゃいましたか。すいません、というこあ、あの、昨日のお話で、あの、特に変わんないですよ、僕は。うん。かぶくんの反応が良かったんで、私も思うことを言っちゃいました。あ、その通りですね。 えー、意見としては昨日のことであの特に変わりはないんですけどリセットして心と頭を休めて皆様のファンタジー・オン・アイス情報を楽しみましょうということで、えー、早速ですけどファンタジー・オン・アイスのことをちょっと見ていきたいなと思いますうんどこまでも進化する羽生様やはり次元が違いますわいろんなアイスショーの中でもファンタジー・オン・アイスちょっと際立っているかなと思いました 来月のドリームオンアイスはどんな感じになるのでしょうか私も参戦するザ・アイスはどんなことになっちゃうのかということですね。こちらは宇野くんが多分登場してくると思うんですけどね。うん。はいちごプリンさんありがとうございます。えー、羽生選手と宮川くんのコラボが実現してから、えー、それぞれのファンのやりとりが面白いです、えー。宮川くんのファンは羽生選手のことを羽生ゆずる様と呼び、 羽生選手の表現力を褒め、羽生選手のファンは、宮川くんのことを、宮川くんさんと呼び、その歌唱力を褒める。お互いのファンがリスペクトし合うという、すごく温かい交流が生まれています。えー、これだからコラボって素敵だなと思いました。ということみたいですね。宮川さんと宮川くんと。他には、織田信成さんと田中圭司さんも宮川くんさんとコラボ。 えー、宮原と子さんは、バイオリニストのナオトさんとの <laughs> コラボで、リベル単語だそうです。えー、ハビエル・フェルナンデスが新妻聖子さんとコラボでラマ、ラマンチャの男、ジェイソン・ブラウンが新妻聖子さんとのコラボで、キャッツよりメモリー、ああ、素敵ですね。 三原舞ちゃんは前のコメントでお知らせした通りで、えーまえー、ちょっと前のコメントあの動画を見ていただけると嬉しいですけど、まだ見ていないですけど、聞いただけでも最高ですね。うんえー、もう聞いただけで頭の中で演技が始まってます。特に、キャッツ気になりますね、ちょっと。うん、あ、でも、ラマンチャの男もちょっと気になるな。あ、でも、リベルタンゴもちょっと気になるんで、うん、全部気になりますね。はい。 えー、空風さん、おはようございます。えー、今日は朝から晴れていて、予想最高気温は26度です。えー、暑い、あったかいっていうか、結構暑めですね、東北にしてみれば。昨日ついに今年初めて、私の自宅でも冷房を使いました。東北も暑くなってきました。皇室制度の話題に関しては、とにかく賛否両論もあり、何の話題でも今回のようにヒートアップしやすいので、炎上注意。炎上 炎上注意、閲覧注意レベルかなと思います。もし責められたりしても気にしないでください。あ、ありがとうございます。今日寝てからなんかもうちょっと冷めた感じで、うん。一層関心が持てたことは良かったですね。こうして常に学び続ける株さんの姿勢に頭が下がります。私も見習いたいです、えー。ということで、うん。あの、なんか興味が湧いてきたんで、ちょっと本買いたいなとね、思うぐらいですね。うん。 この動画の12分20秒付近の You のややさんへのコメントを読み上げのところになりますが考えていないのにパニックになるのは無意識に脳みそが考え事をし始めてしまっている可能性が高いと思います。かぶさんは思考力がありしかも感受性も豊かだと思うので無意識にいつの間にか考え事が始まっているのではないでしょうか。 頭を使いすぎると誰でも使えますから、かぼさんも疲れたら今回のように一旦休息を取りましょうということで、ありがとうございます。うん、まあ多分その可能性もありますからね。うん。まあ考えてることに何が考えてるのかよく分かんなくなるというかね、そんな感じなのかな。うん。えー、あここ伊藤さんどうもありがとうございます。おはようございます。ファンタジーオンアイスコービーは大変な盛り上がりのようですね。その通りなんですよ。 やば,やばいっていう感じです本当、もう見たくて仕方ありません。羽生結弦さんはもちろん私の最大の推しの宮原さと子ちゃんも出演されるんですよね。あと、パパシでフランスのさと子ちゃんの演技も、えー、素敵だったでしょうか。どなたが感想をよろしくお願いします。今回は、テレビは関西テレビだけですかライブビューイングは私は今足を骨折中で見に行かれないんですということですね。 ちょっとこれは残念なんですけど、静岡公園ではテレビ放送あるのでしょうかライブ配信とかしてもらえると嬉しいんですが、なぜかスケートはそのあたりケチですよね。お金は払うので、現地に行かれない人にも見せてほしいですということみたいです。なるほど、ケチですね、この辺は。うん。 あ、それについてミュハーさんからコメント入りましたよ。CS のテレ朝チャンネル2で6月26日、大千秋楽の生中継があります。7月30日に、録画放送で初日と、えー、前楽でいいのかな、えー、前楽でいいの。7月31日に大千秋楽の再放送があります。 幕張公演は7月23日に初日、7月24日に、ラ楽と千秋楽の、えー、再放送がありますということみたいですよ。ミルビネさん、えー、昨日現地で見てきましたよということみたいです。宮原さんは2部の演技がほぼそうしたおべでしたということ、ああ、気になりました。ミルビネさんは見に行かれたんですね。うん。あの、知らないうちにということだったんですけど、えー、あアココイトさんは情報ありがとうございます。テレ朝チャンネルですね。 課金してででも見たいです、えー、そして、そうなんですね。私も見えないけど、スターューしますということですね。ビルビルさん、あの、行かれてるとはちょっと知らなかったですね。うん。コハクインさん、どうもです。ファンタジー・オン・ワイス、神戸、羽生くんの衣装と、カブくんの新しい衣装についてです。オープニングは、黒の左袖なし椅子、えー、の、 えー、右側レースなんで、カブくんレザー帳ベストにも足したりできそうです。すると、赤が少しとも、えー、黒もほんの少し見えて、そういう色足しもかぶくんの気持ちに合わせてすると、素敵になりそうです。一部取り入れてみてはいかがかなと思いました。えー、羽生選手と一緒に見たんですけど、やばかったですね。うん。空は全身白で、黒まで、あ靴まであの白のカバーをされています。 えー、紫と、えー、黒がぼかした風に入っていました本当とがしゃ神戸っていう感じがしたんですよおしゃれな感じでしたね本当ねうんあっさんどうもありがとうございますあこのねゆりさんの腕を着ましたよとても良かったですねうん感動しました本当に。 歌舞君おはようございます。更新が下の方になりますが、翔馬君のサムネイルがあるので、こちらに書きますね。ラジオ番組で翔馬君のコメントと大事な曲が紹介されました。翔馬君がだんだん有名になるたびに、外野からちょっと、えちょっかいや小屋 た小屋市にされることが多くなり、気を悪くしていましたが、まっすぐな翔馬くんを見ていたら、私も以前とは違う強くなった自分に気づきました。翔馬くんの大事な曲を貼らせていただきますねえ。ミュージックビデオのエピソードに流したそうです。かぶさんもえ浄化されますように。ありがとうございます。これね、浄化されましたよ、僕。おかげさまで。うん。これ、昨日かな聞いたんですよ。とても良かったですね。うん。いや、本当に良かった。あのー、 うん。翔馬くんみたいに泣くことはなかったんですよね。浄化ーーというかね。うん。エミリーさん、カブくんさんも翔馬くんのように、自分のやりたいことをやっていけば良いとは思いますよね。カブくんさんは翔馬くんと話が合うと思う。どうでしょうかね。うん。まあ、なんか、あんま気を使わない感じでしょうかね。うん。お互いどうでも、なんか、うん。ああ、そうなんだっていう感じで、うん。ああ、うんだけで通じるみたいな。<laughs> わかりませんからね。はい。あ えっとね、私のハンドネームは、洋国ちゃんということなので、洋国ちゃんさんありがとうございます、えー。こんにちは。昨日のコメント読んでいただき、えー、ありがとうございます。よろしくお願いします。またまた神戸大変なことに、どうやら当日券が出ているみたいです。どうか見たい方に行き当たりますように、えー。ちなみに私は幸運にも3日間も見ましたことで、これは皆さんちょっとあれですね。えー、いいなってなってますよ。絶対に。うん、えー、なんでってなんだよ。 1>, うん、1, 1日くらい私に渡してよって、ね、言う人いますよね、たんね。はい。ユンママ様、ありがとうございます。えー、トレンドも羽生くんやファンタジーオン・アイス、関係多数です。なのに、放送だけない、考えたくないけどなと、なんとなく変だと私も感じます。なんかおかしいということですね。チケットも2次募集なしで当日券にしたり、まあ、無事ソールドアウトですが、富士はもともとスケデント ズブズブ関係であ、あまりの人気なので、スケレンが隠したいんだ,だとか、スケレンお気に入り選手出演のアイスショーとの人気さをえ世間に知れ渡りたくえしてえ知れえ、知れられたくなく圧力をかけているという人もいますということみたいですね。そっちの時もそうだったって、でもそんなことあるのかなだって今、テレビ離れで視聴率取れるのは、取るのは難しいでしょう。 うん、そんなことでミスミス高視聴率のチャンスを逃すのかなもっとドライだと思うんだけどな。半信半疑ですが、信じてしまいそうなくらい変です。あでもなんか、ファンタジー OS とかはテレビで普通に見る人多い気がするんですけどね。うん、真相は何なんでしょうね。単にテレビのお偉いさんの判断にさったりしてということなんですよ。y o u t u b e でも別にね、やってるわけじゃないんで、テレビやればいいのになって思うんですけど、まあ、もしかしたらその権限の可能性もありますよね。うん ミュハさん、アハハハハハ、どれ、スケレン圧力説が浮上しましたかスケレンが頑張っても、羽生選手とファンタジーオンアイスの人気は隠しきれませんよ、ということですね。厳しいことを言います。スケレン、かっこお気に入りに、えー、の選手出演のショートの人気の差を世間は知られたくないの件は、人気の差が、えー、突実に出る、えー、ショーは、フィギュアファンにしか認知されないと思います。 世間は、えー、そこまで好評としても TV の,あ、あのー、TV のお偉いさんが単純なミスをするはずはないけどなんかモヤモヤする神戸公演ですねということで、うん、一体何が真相なんでしょうかね真相は何だろうっていう、うん、あエミリーさんからその件ってちょっと入りましたよ あり,がとうありがとうございますえ。テレビ中継の話、関西はスケート熱は他より低めかもしれませんということみたいですね。ああ、え、そうなのかな。世界選手権のエキシビもスターズも他の地方は放送してても、関西は全然なかったです。阪神タ,阪神タイガーズや地元の吉本芸人の番組をいつも通常運転で放送して、ああ、そういうことなのかな。 兵庫県は大きな、えー、試合を呼べるアリーナを作ろうとしていましたが大阪の知事さんの息のかかった、えー、知事さんに代わってですね、えー、貧乏なのにそんなもんに金使えないわということで中止にお金ないのはまあそうなんですけど。 ね、それでもやろうとしたのに紀平選手も含めてあれだけ世界で活躍する選手を輩出しておきながら通年リンクは西宮にしかない西宮は地理的にはほぼ大阪ですしね、うん、あの関東や愛知に比べたら熱量がということなんですいや関西とかでは人気ある気がするんですけどやっぱそっちの,その野球とかの方は人気ありますかねやっぱり阪神タイガースと高校野球が強烈すぎますということでそういう からくり周りもあるかもしれないですね。うん。 はいえー、桜子さん、どうもです、でそ,その通りで、神戸大変なことになってるんですよ今、今、うん。新生羽生、えー、選手誕生ですよということで、まあ、2週間くらい空いたんですけど、その間にかなり進化したとね、うんャレ神戸的な衣装になってるのかなって、ちょっとあれです。わか,か,かりませんけど、はい、衣装もさっき動画で見ましたが、ワオという感じで、腕が片側ね丸見えでしたよね。僕は写真だけ見ました、えー。片方の黒のシースルーでもドキドキ。 来週の静岡参戦がますます楽しみになりました。オープニングの略奪。ジェイソン・ブラウンも初参戦。ハビエルのラバンチャの男。皆川さんとコラボした田中圭司さんと小田さんも楽しみがいっぱいです。新羽生結弦と、そして動画で見た素敵な新しい衣装をしっかりと目に焼き付けてきます。早く来週にならないでしょうかということで。うん。またなんか、神戸となんかまたその、 でいろんなその舞台で羽生選手変わるので、本当面白いですね、うん。静岡はどんな感じになるんでしょうかね。うん、静岡的な感じになるのかな。ちょっと分かんないですけどもね。うんはいえー、そして桜子さんも1度です。 来週、静岡へ参戦しますが、昨日から皆さんのコメントやツイッター、レポートを読んでいて、もう今から楽しみでドキドキしています、まあ、中には3日間連続で見に行くという方がいて、うわー、いいなーになっている人もいるかもしれませんけど、羽生選手、衣装がすごく斬新、動画を見ても、わおーと叫んでしまいました。 羽生選手の腕が片方見えている、もう片方は黒のシースルーまではいかないが、なんか妖艶な感じがしました。今回の羽生選手、本当に力が入っていますし、本当に力入っている気がしましたね。なんか変わった感じがします。また新しい感じというか、えー、楽しそうにしています。えー、羽生選手、あまりにも頑張りすぎて、口に口内炎が,内炎ができているとかということみたいですね。えー、あそうなんですね。疲れ,て疲れですかね。 うん、幕張からイケイケだったから疲れ気味なのかもあるかもでしょうね、えー、それでも笑顔で頑張ってくれている羽生選手はやっぱすごいです。あっ、コーナーができたってね、これは心配ですね、うん,噛んでしまったのかな、それとも、あ,のあれ、疲れかな。うん、はいということみたいです、皆さん。 はい、というわけで、えっ、ー、と、ファンタジーオンワイスのレポートでした。また今日も行か,行かれる方いると思うんで、ちょっと行かれ、行って、もうね、あの行ってしまってう多いかなと思うんですけどもね。はい。では、レポートでございました。以上です。また続報入りました。お伝えしていきたいと思います。